今日はベース周りで膨らむなという話をしていきます。走塁の話なんですが、このベースを回るときにこの膨らまないで最短距離で走る、これっていうのはタイムを縮める意味でも非常に重要なので、このベース周りで膨らまないように走るということを覚えてほしいなと思います。それでベースというのは少年野球移動ベースであったりだとか固定ベース、あとは硬いベース、柔らかいベース、いろいろなベースがあるので、そのどういうやり方をするというよりも、自分でこういうベースの時はこうやって回るのがいいとか、そういうのをぜひ見つけてほしいなと思います。で、練習方法としては全部走るのではなくて、このベース周りだけ走ってどうベースのところをうまくターンするか、こういうのを覚えてほしいので、全部走るのではなくてそこだけ練習してほしいなと思います。で、ベースのこの踏む位置とか、踏み方によってもだいぶ変わってくるので、いろいろやってほしいなと思います。以上になります。